昨日、う投開票が行われた滋賀県議会議員選挙、無投票だった安市と高島市を除く11の選挙区で40人の新たな顔ぶれが決まりました。まずは大津市選挙区の当選者です。自民・現職・目方慎吾さん、維新・新人・河村博さん、自民・現職・桐田誠さん、 国民、現職、河井明成さん、自民、現職、桑野仁さん、共産、現職、伏木道夫さん、チーム氏が新人、野田武博さん、公明、現職、清水ひとみさん、立憲、現職、佐口敏恵さん、公明、新人、岩崎和也さんの10人です。 え、これから、まあ、日本維新の会、滋賀県。改革をして、え、そして、成長につなげていきます。頑張ろう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 頑張ろう。ありがとうございました。はいはい、あ、県議会の中に、やっぱり日本維新の会という、まあ、新しい。風がね。を吹き込ますことによって、まあ、議会を。より活性化。やっぱりしていきたいし。で、やっぱり議会を活性化していくことこそが。 えー、さらにこの滋賀県を、えー、成長させる、まあ、発展させることにつながりますんで、はい、そこに全力を尽くしていきたいというふうに思います投票箱が閉まるまで、本当にあのご支援いただいて、本当にあの皆さんに感謝申し上げたいというふうに思います。 学校給食の無償化、それとかなり切実な願いが公共交通を充実してほしいということでしたのでぜひこの点で頑張って取り組んでいきたいと思います。ももとと教育者 でも教育経験者ですので、しっかり教育の分野、それから子育てや福祉の分野、また大好きなこの滋賀県大津市の観光や住みやす,さやすさに向けても全力で頑張らせていただく決意です続いて、彦根市犬上郡選挙区の当選者です。チーム滋賀現職中澤恵子ささんん民・新人谷口紀孝さん 無所属・新人・赤井康彦さん、自民・現職・大野和三さんの四人です。長浜市選挙区の当選者です。自民・現職・川島隆二さん、自民・現職・柴田清行さん、共産・新人・中山和之さんの三人です。続いて、大見八幡市竜王町選挙区の当選者です。 自民・現職有村国俊さん、自民・現職重田武さん、立憲・現職今江雅彦さんの三人です。続いて、草津市選挙区の当選者です。維新・新人田中誠さん、自民・現職白井幸典さん、自民・現職奥村義正さん、無所属・現職 駒井千代さんの四人です。続いて、森山市選挙区の当選者です。自民、現職、岩佐広明さん。無所属、現職、小川康江さん。チーム志賀、新人、森重重則さんの三人です。二十四年の。 長きにわたる議員経験であったとしても、初心忘れることなく、誠実に真摯に向き合っていきたい、そして、実直に皆様の声をお聞きしながら、しっかりと県政の場に反映をさせていきたいと思ってます。 おります。続いて立東市選挙区の当選者です。無所属現職久野利マさん、自民新人田中秀樹さんの2人です。続いて高岡市選挙区の当選者です。自民現職村上玄洋さん、チーム氏が現職田中松太郎さん、無所属新人。 小川文人さんの3人です続いて湖南市選挙区の当選者です自民・現職菅沼俊則さん維新・新人柴田栄一さんの2人です東大西日野町愛称町選挙区の当選者です自民・現職加藤誠一さん自民・現職本田秀樹さん 無所属、現職、木澤正人さん、自民、現職、須尾誠二さん、自民、新人、谷重孝さんの五人です。最後に、一人区の前原市選挙区です。チーム氏が現職、墨田光也さん当選です。私のモットーであります、 皆さんの願いが私の仕事ということで、皆さんの思い、それをしっかりと行政に届けて、そして対話をしながら、行政と県民の皆様との橋渡しとして、活動をしていきたいと思います。県内の公立の小中高校の多くでは、きょう、入学式が行われ、 希望に満ちた明るい声が学び屋に溢れました。このうち今年度の全校児童数五百五十四人の大津市立南郷小学校では、少し緊張したおもぼちの八十四人が入学式に臨みました。式では保護者らが見守る中、クラスの担任から名前を呼ばれた新一年生たちが元気な声で返事をしたり。 学校長から真新しい教科書一式を笑顔で受け取るなどしていました。学校ではどんなことが楽しみ。勉強するな。勉強。バスケ。はい。 1> 新1年生には峠校の際に使用するおなじみの黄色い帽子が配られますが、南郷小学校ではジェンダーレスの観点から、今年度から男女とも同じデザインのキャップ型の帽子が取り入れられました。こうした動きもある中、子どもたち一人一人の期待いっぱいの学校生活が始まります。次です。 大津市の石山寺では今日新しい座すによる新山報告法要が取り行われました。新山報告法要とは石山寺のトップである座す就任を寺の本尊に告げるもので。 一昨年12月に父である先代の和装編流座すの後を継いだ和装流家第53世座すによって国宝の石山寺本堂で執り行われました。在国33札所の実社や文化財観光関係者などおよそ300人が参列する中、法要では和装流家座すが 座数就任への心構えを本尊に誓う、新参報告文を厳かに読み上げるなどしました。またきょうは、大津市にある近江炭鉱の坂口浩一会長により寄進された弥勒菩薩坐像の開眼法要も執り行われました。 この弥勒菩薩座像はあさってから石山寺本堂で一般公開されます。かわって新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日新たに44人の感染が確認されたと発表しました。今日は44人、前の週の同じ曜日から32人増えています。また今日は。 県内の医療機関で7人が陽性となるなど2件のクラスターが公表されています。